ピンポン。ポイポイ。ポイポイ。チャンネル登録してね。サメの家族のハロウィンサロン。モンスター大変身。やあみんな、ようこそサメの家族のハロウィンサロンへ。ここはハロウィンモンスターたちのためのとってもスペシャルなサロンだよ。いつもはとっても怖いモンスターたちも、ハロウィンパーティーの日はおしゃれをするのが大好き。あれはまんま魔女。魔女さん、こちらへ。初めてのお客さんよ。ようこそサメの家族のハロウィンサロンへ。ここはどんなモンスターも不気味で可愛くなれるんだ。ベイビーシャーク、私もハロウィンパーティーに行きたいの。パーティーに行けるように手伝ってくれる？もうとっても素敵だよ。どんなヘアスタイルがいいですか？実は頭に魔女の薬をかけたらとっても痒くて、痒くてヒリヒリするよ。とっても痒い。早く助けて。頭に薬がかかったよ。早くきれいにしよう。ベタベタスライム、かぼちゃの麺、僕に任せてね。素敵な魔女に変身させてあげる。まずは頭についたスライムを見てみよう。どれどれ。ああ、頭にたくさんこびりついていてベタベタする。このベタベタしたスライムから取ろう。どのアイテムを使おうかな。ベイビーシャーク、ピンセットを使ってみて。わかった、ピンセットを使って取ってみよう。わあ、雑草がたくさん。この雑草のせいでかゆいんだ。早く抜こう。えい、雑草が多すぎるよ。他のアイテムを使ってみよう。不思議で綺麗になれる伝説の薬、魔法のモンスターポーションを使えばいいんだ。でもモンスターポーションの作り方なんてわからないよ。おじいちゃんシャークならわかるかな。おじいちゃんシャーク、教えて。はっはっは。昔々のその昔、わしの魔法のモンスターポーションはどんなものでもきれいにすることができたんじゃ。必要なものは5000年前のモンスターのパンツと耳と、5000年前の洗ってないモンスターの髪の毛、そして泡を作る魔法の雲だ。魔法のモンスターポーション完成。わあ、ありがとう、おじいちゃんシャーク。これで髪の毛を洗えるね。ブクブク泡を立てて、ほうきでゴシゴシ洗って、水できれいに流そう。わあ、すごい、とってもきれいになったね。とっても素敵な髪だね。ここからとっても上品でユニークで恐ろしいヘアスタイルを教えてあげるね。そうだ、僕たちのサロンには秘密の方法があったはず。なんだっけ。ベイビーシャーク、魔法のモンスターポーションを使ってみて。頭からかけて3回転をするんだ。魔法のモンスターポーションをかけて3回転をして、波を打つようなくるくるのパーマになーれ。1、2、3。おお、パパシャーク、ありがとう。とっても綺麗なパーマになったよ。信じられない、こんなにくるくるで自然になるなんて完璧だわ。色をつけよう。どこにいてもキラキラするような赤はどうかな。やった、赤大好き。カシャ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 。くすぐったい。よし、次は雲のピンをつけてみるのはどうかな。かぼちゃだ。そんな、これが噂のキラキラかぼちゃ。早く私にちょうだい。食べちゃ
ゃうの？これが私？とっても美しい魔女だわ。今日のパーティーの主役は私よ。わあ、とっても素敵。普通の魔女はもういない。キラキラ輝く魔女がいる。チュンバラカチュンバラカチュンバラ、チュンバラカチュンバラカチュンバラ。次のお客さんどうぞ。ベイビーシャーク、僕をかっこいいヴァンパイアにして。今夜はみんなに注目されたいんだ。今もかっこいいけど、どんな風にかっこよくなりたいですか？暗い時にしか外に出ないから、綺麗に顔を洗ってこなかったんだ。そしたらニキビが出ちゃった。痛くてヒリヒリするよ、とっても痛い。早く助けて。ニキビがたくさんできてるね、早く直してあげよう。鼻毛にザラザラお肌、僕に任せてね。かっこいいヴァンパイアに変身しよう。何から始めよう。おばあちゃんシャーク、どうしたらいいの？お肌がザラザラしているときは、古い角質を取ってきれいにしないといけないよ。温かいタオルで拭いてあげよう。わあ、さすがおばあちゃんシャーク、やってみるね。僕の言った通りでしょ。次はニキビを直すね。ブツブツニキビさよなら。この魔法のモンスターポーションはすごいよ。このサロンはすごいぞ。どんな問題も解決してくれる。あれ、鼻毛切らなきゃ。クモ？鼻の中に住んでたんだね。クモさん、ここはヴァンパイアの鼻の中だよ。お家を建てないで、他の場所を探してね。最後はパックをしよう。これで綺麗になったよ。次はお化粧をしよう。お肌が綺麗になったね。もっとかっこよくて恐ろしい特別なヴァンパイアに変身させてあげる。でもどうしたらいいんだろう。おじいちゃんシャークに聞いてみよう。おじいちゃんシャーク、どうしよう。かっこよくしたいなら目をキラキラさせなきゃ。スペシャルなコンタクトレンズはどう？おじいちゃんシャークの言う通りだ。とってもかっこいい。よし、お化粧してみよう。じゃあシールを貼ってみよう。かっこいいけど何か足りない。待って、次で最後、口紅を塗ってみよう。唇の外側は黒、内側は真っ赤にしよう。信じられない、こんなにかっこいいなんて。でも僕は元からかっこよかったか。よし、さっきの鼻の中にいたクモも使おう。それじゃあクモをヴァンパイアの歯につけよう。お、完璧だ。素晴らしい。最高の気分だ。これでハロウィンパーティーのスターになれるぞ。はっはっはっは。汚れたヴァンパイアもういない。クールでかっこいい僕はスター。チュンバラカチュンバラカチュンバラ、チュンバラカチュンバラカチュンバラ。なんだって、みんなが知ってる魔女とヴァンパイアじゃない。どうしてこんなにかっこよくなったの？ありがとう、サメの家族のみんな。また来るね。変わりたいならここにおいで。サメの家族のハロウィンサロン、誰でも綺麗に大変身。チュンバラカチュンバラカチュンバラ、チュンバラカチュンバラカチュンバラ、チュン
バラカチュンバラカチュンバラチュンバラカチュンバラカチュンバラチュンバラカチュンバラカチュンバラチュンバラカチュンバラカチュンバラ。みんな楽しかった？もっといろんなゲームがピンキッズプラスで楽しめるよ。今すぐ無料体験してみ